ここにポツンと廃列車がありますね。ここまで行ってみます。この廃列車の中に入っています。これ行けるかな。足がいいな。入れるか。ここも当然入らないよな。雨漏りか。ああそうだね、雨漏りだ。奥野と鉄道運転体験の心得。座る窓開け。なんかいろいろ書いてますね。能登鉄、能登鉄住民。小さな扇風機もあるしね。トイレか。トイレはこんな感じ。廃墟とは違った良さがありますね。
から自由に当ててください。何これ何これ何何かあったのか。スイッチがたくさん。腕だけだからね。お、何これ、何これ、っていうかまあメガホンなんだけど、いつ使ってたの。時島ツツジオープンガーデン2010か。これなんかイベントやってたんかな。ツアーとかさ、なんかそんな感じがするね。奥の塔ロードマップ見附島とボラマチヤぐらい行ったな。あとは行ってない。縄文土器、まあ行ってないっていうか、まあ縄文土器はまあ場所じゃないんだけど、これ行ってないな。パリパリ。ちょいちょいこうやってね、広告が合ってるんだよね。広告が。金沢調理師専門学校。いつのだ。平成7年12月、能登鉄道株式会社。平成7年か。はい、出てきました。はい、ということで能登鉄道の廃列車でした。